回か。ホークンケンタチャンネル、ケンタです。おはようございます。では本日も早速やっていきましょう。本日10月6日水曜日です。現在時刻6時46分です。本日最高気温31度、最低気温27度で晴れです。ただ風がちょっと強めな感じがします。降水確率は 20% なので傘はそれほど必要ないかなと思います。以上天気予報でした。昨日のコロナ感染者数やっていきたいと思います。昨日の感染者数は7名でした。うち7名が国外からの入国者です。国内感染者及び死者は0名です。続きましてコロナワクチン接種者の数やっていきたいと思います。2日前の数字で1回以上のワクチン接種しているのが451万2437人、人口の 60.3% です。必要回数以上のワクチン完了しているのが423万2962人、人口の約 56.6% です。またコロナワクチン接種完了しますとコロナワクチン接種ブーストキャンペーンのラッキードローに参加することができます。概要欄の方に13個ほどリンクを貼ってありますので、もしワクチン接種完了した方がいらっしゃいましたらぜひ参加してみてください。何か当たるかもしれません。以上コロナ関係のニュースでした。さあ本日もビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻7時26分です。ビットコインの価格は$51,497.64です。ではここ24時間の値動き見ていきたいと思います。さあここ24時間最高価格が$51,767.69でした。時刻は、10月6日の5時39分です。本日5時39分ですね。で最低価格が$48,898.18でした。時刻はですね10月5日6時59分です。昨日の朝ですね。昨日の朝からね、今日の朝にかけてね、随分上がってきたっていうのがね、多分 5% 近く上がってるんじゃないかな。すごく、楽しみな価格の動きになってきました。まあ、このままね、どんどん上がっていってくれるのかなという期待が持てる、そんな状況になってきたかなと思います。以上、ビットコインの価格でした。さあ、今日の朝もね、ちょっと私の格好を見ていただいたらわかると思うんですけど、ジャケットを着るぐらい、ちょっと朝ね、肌寒い感じがしますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあね、みんなはね半袖なんで私がおかしいのかなと思わなくもないんですけど、まあもうねでも涼しくなってきたなと思えるそんな朝が、ここ2日ほど続いてます。まあね iPhone もね13になってね非常に使いやすいです。今ね現在もうケースに入れないで使ったりしてます。いや、 やっぱりiPhone はね、このケースなしで使える幸せって多分なかなか難しいと思うんですけど、やっぱプロの iPhone、iPhone Pro とか Pro Max とかね、ちょうど高価なのを使ってるとね、やっぱケース入れて傷つかないようにしたいなと思う反面、iPhone 13 mini とかね、無印とかだとね、まあ別に多少傷ついてもいいかな、みたいな。多少傷ついてもいいかなみたいな感じになるっていうのもありますし、あとプロと違ってね、この外側がね指紋がつかないんですよね。これもまたいいところかなと思います。プロってねやっぱね使えば使うほどねこの枠がねすごい指紋だらけになってたんで、でうちの妻のやつ触ってもそうなんですけど、やっぱ枠は指紋がつくなと思ってたんで、いやこの12にして良かったところはそこですかね。でねやっぱりねなくなって困ったところはいらないって思って諦めたところなんですけど、ズームがないのやっぱ辛いですね。やっぱ写真にはズームが欲しいなって、2倍でも全然やっぱあるのとないのとは全然違ったなっていうのがすごい感じますね。2倍ズームにすると約50ミリ前後の画角になるんですね、フルサイズ換算の。やっぱそういう食事を撮るとかね、そういった時はやっぱズーム欲しいなって一瞬思っちゃったりします。まあでもこの使いやすさ、写真をね少し切り捨ててこの使いやすさを撮れたっていうのは今でもやっぱ最高に良かったなと思います。あと最近ねちょっと話題になってるのがマカオで初めてのクラスターが起きたということでね、まあ、どれくらいの感染者が出たのかとかちょっとすいません、そこまで詳しく調べられてないんですけど、まあ、優秀だったマカオに感染者が出たっていうのでね、まあ、でもだいぶ前になんか1回感染者が出たみたいな話聞いたことあるような気がするんですけど、まあ、初めてのクラスターだそうです。
まあでもそれとはいえですね、ここ最近で一番優秀なあのコロナ対策を取れてた国としては、国っていうのかな、都市としては、まあ、あの香港とマカオっていうのは結構有名な話なんで、ちょっとマカオがどういう状況になってるのかは心配ですが、まあそうですね、マカオはだいたい海外から入ってくるって言ったら中国からしか入ってこないんで、うん、そこが原因でしょうね。香港もそうですね、海外からの人しか感染してないっていうのが現状なので、まあで香港の住民でね感染したのはみんな空港職員っていうことなので、やっぱ海外から来てる人たち相手にしてるっていうのが一番リスクの高い職業 なのではないかなと思います。そういった人たちのおかげでね、我々の生活は守られてるのかなとも思うので、本当、感謝してもしきれないかなと思います。ということで、本日も事務所が近づいてきたので、本日ここまでとさせていただきたいと思います。それでは皆さん良い一日をお過ごしください。ちょいきんまたね、バイバーイ。